あざっす。なんかめっちゃ敵いるここ。わかんねえな。よいじゃあ。努力値負の楽？ほんとかよ。ポケモン配信の楽っていうのはちょっと俺信じらんないから。まずポケルスつけるでしょとかだ始まるでしょ。であれでしょ、集団ポケモン呼んで一気にまとめて倒せばいいだけだよって。なんかその時点で敷居高いわ。ふざけんな。よし、もう楽の感覚が違うっていう。な、病気にかかんなきゃいけないから。まず性病、ポケモンの性病かかんないといけないからむずいよな。まあでも流行りどころもちょっとやっていかないとダメだって分かってんだけどね。よいしょ。モチベが来ないんだよね、流行りどころは。ダメだ。あれモチベ来る方法教えてほしい俺に。オッケー。さあオープン。あそこはまだか。オッケーオッケー。流されない、流されないタイプ。高2病とか俺そういうのだから、ほんとずっと。どうやって治るんだろう。よし、え、ヒーローバンク流行ってんの？あ、ごめん。いや、俺が やると流行るから、みんな。これから流行ってくるよ。多分、あさってぐらいから、もう、巷でヒーローバンク話題になってるから。え、ヒーローバンク？え、ヒーローバンク面白い面白いってなっちゃうから。あの設計図は取りません。よし。多分もう、全国の小学生が求める。求めてると思う、このゲーム。両選手のログインだ。確かアニメ化とかはすげえしやすそうっていうのはある。あ、出てくるわみんな。あー。さあ次のバトルは、あいつですね。ロン・リーチの使ってた風属性の、ヒーローです。ね、動きが速いやつ。やっつけましょう。来るな、近づくな。その先に用があるんだ。モード3無限、裏ドラ。ロンか。セーブしよう、行こう。さあこいつをやっつけたら俺のエンターザゴールドが進化してエンターザダイダラになるはずです。行くぞ行くぞ、出てくるぞついに俺が。待て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 、絶対かっこいいスーパーエースが誕生してしまう。ちょ、怖いで避けましょう。玄武のかあ、これ竜の舞ってやつ。これチートだよね、ほんと。竜の舞。竜舞。竜舞あかんで、ほんと。積み技とかマッチ強えじゃん。よし、ショーパンチ。よし。ついた15ポイントのダメージ。全然食らわねえんだけど。ちょっとマジで強えぞ、こいつ。ストレート。頼む、頼む。積み技が強いんだ。さあ49、いいダメージじゃん。取られるなって。今日もうほんと持ってかないでそれ。お金、お金取られたら何もできない今。ストレートパンツ。さあクリティカルタが12ポイントまで軽減。軽減しすぎなんだよなそれ。ちょっと待って、お金ないぞこれ、やべえぞ。17万しかねえ。このゲームに積み技あったのが驚いたって。あるよ積み技、いくらでもあるよ。オッケー。さあちょっとここまで入っていきましょうか。さあ敵が来た、アタック。さあここ踏ん張りましょう。竜の覇気。はーん、122ポイント痛ー、それ痛すぎるんだよな。いやアピールしてさ、殴られたらやべえから。よし、ダウンしてる隙にお金集めてもう一回殴りました。あ、フォールしちゃった。まあいいや、でもフォール成功しねえんだよこれ、分かってる俺。よし、右肩上がり行こう。右肩当たりアップ。避けるチートやめろ。待って、お金全部持ってかないで。お金、お金は大事だよ。踏ん張り、リュード吐き。待て待て待て、痛い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 。お金取らないで。スポドリされそう、わかる。うわ、ジョシュパンチ33。あ、
ヒコドリチートやって、あかん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 、チート技は犯罪ですよ皆さん。まずいって、120ポイント、ちょっと待って、これはアイテム使おう、俺も使おう。ヒコドリたまにはね、美味しい。夏といえば、夏といえばスポドリな。やべえこれ、竜の覇気、竜の覇気マジ強いんだけど、なんで当たんの、避けろよピカチュウ。まずい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 、あかん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 、よしよしよし、どうしよう、とりあえず右肩上がり、ご爆炎ゴールドラッシュはダメだ、倒せねえこいつを、アッパー避ける、こらもうこいつ避けるのうまいね君、マリオうまいねってやつ。じゃここで待つを待機しよう、待機王か収蔵しよう、よし、踏ん張ろうここは、竜の覇気、よし、さあここで賭けに出る、俺は死ね、避けんなよ、ガチンコの必殺はダメ、今の届かない距離が、はいガード、なんかよし聞いた、よし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 、あぶねー、よかったー、ロンリーチがいっちゃん強い、マジで一番強いこいつ、うん、こいついつも苦労するからさ、スポドリ使ったから農家、いや大丈夫大丈夫、スポドリは神、よかったー、ビビガガガ、さあこれでエンターザゴールドは進化する、来るぞ来るぞ、これで揃った、さてどんな強化パーツだ、強化データ手に入れた、え、データ作成中は、なんだよまだできねえのかよ、あ、この後できるよってやつだね、まあ、期待しておきましょう、最後のバトル前に多分できてくるやつね、ちょ期待しちゃう、どんなやつだろう、エンターザスピードも最後の最後の最後に来たもんな、多分それと一緒、選択はもちろんしますよこちらにすでに完成したデータがあって、何それ、ね、料理番組かよ、よし買わないから、俺続編がソシャゲのゲームってマジで嫌だねえ、俺ソシャゲそんな好きじゃねえからさ、勘弁してほしいよね、ソシャゲになったら末期なんだわ、そうなのやっぱな、あ取りましょう、下の階行きましょう、さあそろそろボスかな、そうドットハックも、もう最悪だよ、あ、ちょっと待ってみんな、来た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 、あれは流れだ、潰せ潰せ潰せ、どうしようこれ、これは取り込まれてるのかすごいアヘ顔してる、やべえ、あーってねえ、あれの後みたい、ちくしょう、どうしたら、あ、なんか来た、キーファイトレーダーをガード、また敵が、エネミーファイトレーダーをトレース、黄色きエンターザゴールドコピー、え、コピーした、エンターザゴールドでキーファイトレーダーを保護します、くそ、同じ黄色き同士か、なんだ、来た、強化データの作成が終わった、行くぜー、ゴールドの新たな力だ、何何が来る、ゴールドの最強の力、何でも出てくるのはエンターザープラチナなんだけど、どうする、何来た、来ちゃう、違う、エンターザーヒーロー、うっ、エンターザーヒーロー、属性は光、俺のことだ、
ぞ。光の大ダラです。どうも上昇パンチ真誠。あーい ボディーブロー、あーミスった、ボディーブローミスっちゃった、ごめん。よっしゃいけいけ、ね、これ、ぶち上げコンビネーション、あげあげや、あガチンコいいぞ。プラチナの色違いだよね確かに頭ホーンついてるもんな。いったれー、なんか時間長えし、しかもこれぶち上げコンビネーション、だからちょっとしょぼい見た目、いいぞ。なや、よし、避けろピカチュウ、ちょっと地味だかな。え、倍掛けチョップ、そんな技見たことないんだけど、え、どこで習うのそれ、教えて。最後の一ちゃん強い技は500万円いりますね、結構高い。500万円貯めないと必殺が出ねえわ。おるれ、無駄無駄ってそんな声なのお前。アイテムスポドリってチートやめろよ、それはダメ、犯罪って聞いたことある。俺スポドリは犯罪。倍掛けチョップ、それただのクロスチョップだよね、よく思えば。さあ500万貯まりました、じゃあなー。マネーの重さを拳に乗せるすごいお金集まってる、でかいワンピースだー。聞いてねえよ。あ、いいぞ、ギアサードー強い、いいぞ。エンターザヒーロー熟練度アップ、やった。上昇パンチもただのストレートだろ。いや、なんかあれはギアセカンドって感じだろ。シューオフモード行こう。もう俺が強いってやつ。流れ、おい、あ、回収した。いや、なんかなってる。やばいやばいやばい、助けて。ゲ、なんかやべえぞ。どうしたらいいんだ。え、なんかあった、なんかある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 、あれ何？あ、転送装置がある。あれ転送装置なの？お前何でも知ってるな。さあ帰ろう帰ろう。イエーイ、流れは保護した。強制解除だ。元の世界へ戻してくれ。どうだ？え？エンターザゴールドとエンターザスピードを袋セット戻しました？勝手なことしないでください。なんだ？あれ？がっぽりカンパニー、豪商回答。がっぽりヒーローウォーズ優勝？ん？さて、今日はまだ続けてやっていきます。行きましょう。まだ優勝じゃない？チャプター8。終わりかな？これが俺のヒーローバンク。何？無世界救ったのこれで。すげえあっさりしたけど。ぐわー！やりましたよ。なんとか終わったぜ。よかった。これも御仏の御加護。お前なんかね、そんなかなんか格好してるからってそういうこと言わんでもええやん。今までお前ねえ、なんか信じてたか、そういうもの。やったけど。ヤクザのくせにさ。あれ？流れは？あれ？ビビッと来ちゃったみたいだけど。なんでここで急に来るの？ビビッと？ビビッと来ちゃったみたいだけど？ねえ、なんで来るの？びっくりしたんだけど急に来て。まあいいけどさ、それもねえ。よいしょ、はい、じゃあ行きましょうか。え？何？お次、頭上注意？へ？
ちょっと、すげえうざいこと。あーん何やこいつ。え、ダメじゃん。空間融合止まんねえ。融合器である流れ取り戻したのに。なんでダメ。計測データも上書きが進行中となってる。え、どうしよう。影響規模は世界中。信じられない。地球全体が仮想空間と融合しようとしてる。どうしよう。ちょっと、え、見てください、バンクホン G からの中継映像です。何やろ、アダッチー。アダッチがやっぱラスボス。皆さん聞こえますでしょうか。あ、可愛いねえ、マッキーちゃんです。我々専用回線が乗っ取られ、いきなり中継が始まってしまいました。ご覧ください、ガッポリフィーローウォーズの決勝戦で現れた謎の人物が末のうち出現しました。ハッキングも彼の仕業なんでしょうか。え、ネットを通じて何か語りかけています。なんや、アニメか。あ、普通やった。あら、お姉ちゃんもいる。かわいい。なんだ、流れくんは確かに融合キーとして仕上がった。私の目的は達したよ。みんな出てきたぞ、外に。一心、彼の嫉妬、憎しみがプログラム化され、ヒーローバンクは世界中に、世界を自発的に飲み込む意思を得た。でもね、私は同時にキーをコピーしたんだ。あ、流れをコピーしちゃったの。寝癖直しなよって。確かにすごい片方に髪の毛寄ってるよね。メインのキーを抜かれたらバックアップのキーが入る、そういう仕組みなんだよ。あの場所はセキュリティはネットの常識だろ。金鉄さん、あたちはもう完全病気が進行してるから。もう中二病オブザイヤーだから。怒ってるのかよ。くそ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 、どこまで踊らされるんだ俺たちは。どうするこれ。あ、みんなうなだれてる。すべては足立さんの手の中、手のひらの上でコロコロと。どうする、どうすりゃいいんだ。え、これどうしよう。あ、カイトもお前までうなだれたらダメじゃん。諦めちゃダメだ。でもね、私はこう思うんだ。君たちの検討に応えたいと。え？何で？止めてくれる？こういう希望を持たすのやめた方がいい。答えたい？え？ 100 億円ください。ヒーローバンクから始まった話だ。だったらヒーローバンクらしく決着をつけるというのはどうだい？出た出た出た、ナメプナメプ満身なあ、そこをつけ込まれるんだよ。ギャンブルルールだ。ギャンブルルールで試合をやろう。相手は豪将カイト君、君だ。俺か。なんやて。私と私の作り上げたコマたちと。ちょっと待ってて、コマたちって何？お前だけじゃないの？コマたち。最後の砦を落とせたら君の勝ち。空間融合を解除しよう。負ければこの世界は消える。私はここにいる、待ってるよ。なやこいつ、な、何体戦わなあかんねこれ。ちょ、勘弁してほしい。足立なんという勝負を。ブブ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 、喋れよお前。あのさ、このままじゃやばいんだろ世界が。そうだ、データと現実の壁が壊れ、世界はとんでもない混乱を起こす。どうする。ごめんなさい。ないわ、ごめんなさい。勝つしかねえんだ。で、何考えてんのかしら。チチチチチチチュ、分かったけど、お告げか。はい、そうだけど、そうなんだけど、そうじゃないけど。どうしたお前。どうした。俺はわかるぜ、プラチナも言ってんだろ、足立と戦おうって。そうなんだけど、よろしくお
やるしかない。いいよ来いよ。お前らあいつを止める手段がない。このままだと世界は終わりだったら戦うしかねえ。時は来た。それだけだ。お前それ言いたいだけだろ。だろ福田三つ。ねえ、今までカイト君の勢いに飲まれてきちゃいましたけど、ね、勢いだけの話じゃないです。賛成です。戦いましょう。僕もだけど。どうだい千年のさ。キモい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 。俺たち進化したドゥー。俺もつい弱気になっちゃった。年は取りたくねえな光。あなたより若いけどね私。お前は俺と共に足立のとこへ行くぞ。三尾と福川はここでバックアップ。僕たちも行きますよ。ここから先は何が起こるかわからん。ヒーローバトルをやり慣れた者の見ていく。頼む見守っていてくれ。流れお前来いよ。カイト君、カイト、いいですね福田君。お付けがあったらすぐ連絡するけど頼むぞ。デュッフッ。流れどうすんだ。頼む来てくれ。